若い季節若い季節若い季節は1962年10月20日に公開された古沢健吾監督の東方の劇映画カラー東方スコープ88分キャッチコピーは豪華この顔ぶれこの面白さパリ仕込みのミステリー青春大型喜劇 NHK 総合テレビで放送されていた人気ドラマ 若い季節を日本無責任時代で気を吐く古沢健吾によって映画化。渡辺プロ制作の最初の作品でもある。一年半後の1964年3月には、同じ古沢健吾監督によって続編、続、若い季節が制作されたが、スタッフや出演者はかなり変更された。原作漫画もミュージカルシーンは多かったのだが、 古沢監督の演出力によって、さらにミュージカルシーンは強化された。あまり知られていない作品だったが、1986年11月22日に、TBS の土曜10時のの映画枠、土曜映画賞待席で放送され、東宝から LD が発売された。2008年には、東宝から続くと2作品セットの形で DVD が発売されている。 2014年12月2日、講談社の分冊百科、東方昭和の爆笑喜劇、DVD マガジンより、本作が発売。同年12月29日には、続くも発売された。プランタン化粧品で、ドリンクローズという名で売ろうとした飲むおしろいが、商売的トレビアン化粧品に、ホワイトロマンという名で先を越されてしまう。プランタン社長、棚尾恵子は、 急遽、ドリンクローズの販売を繰り上げることにし、両社長長発誌の販売合戦が繰り広げられた。その頃棚尾は、会社内に、産業スパイがいるのではと怪しみ、坂本九二に調査を依頼する。一方、新製品開発のためパリの化粧品研究家、県鏡をスカウトしようと、画策。やがて鏡が帰国すると、棚尾は、松森専務。 南川常務と共に空港へ赴き入社させようとするとトレビアンの木下専務が連れて行こうとする棚尾は抗議するが木下はうちの方が先役でねと言いつつ連れて行ったこれでは仕方がない棚尾とオールはがっかりしながら汽車しただがその後工場から鏡がやってきたと連絡が入りいざ工場へそこで出会った鏡はプランタンが気に入り 入社することに。早速彼の研究した液体口紅を宣伝係長にして、チャームガール主任、植木のアイデアによる、ベニカオールという名で売ろうとする。そんなある日、坂本は、南川がトレビアンの木の下と一緒になっているところを目撃し、アリマ人事課長に報告するが、信用してもらえない。一方、チャームガールの由美子は、恋人である。 トレビアン宣伝部員、サヤから、トレビアンの和役たちは何も、妨害作戦をしないということを聞かされ、さらにそのことを南川に見つかり、後日たなおにこのことを報告された挙句、南川に、トレビアンの妨害作戦も、色仕掛けを用いるようになっては、もう落ち目ですなぁ。とからかわれる。ふんまんやる方ない由美子や、チャームがある仲間の話を聞いた専属カメラマン。 藤尾は、早速、南川の美行をする。それから数日後、藤尾のリクエストによる、総合美容室の設置が、重役会議で認可され、藤尾は知り合いである、総合美容のエキスパート、楠木七キを推薦した。だが、楠木は、人間嫌い、つまり人付き合いが悪いというのだ。そこで、藤尾が全責任を持って、入社交渉に赴き、楠木が、 以前、鏡と付き合っていたことを利用して、うちの会社に、剣鏡がいて、今度彼の開発した、液体口紅を売ると話した。それを知ったクスノキは喜び、OK が取れる。そして、藤尾は、証拠とばかり、工場から帰る鏡の姿を見せた。すると、クスノキは、違うわよ、あんなの、と言ったではないか。不思議がる藤尾に対しクスノキは、自分が、 人間嫌いになったのは、鏡に振られたからという。それこ鏡の顔は知っていたのだ。そして、鏡は、箱根にいると知らされた藤尾は、チャームガールたちと共に、箱根へ。そこで出会ったのが、本物の剣鏡だった。鏡は楠木に対し、今でも愛していると打ち明け、楠木はそれを受け入れる一方、鏡に、あなたの偽物が現れたと教える。 そして、鏡とチャームガールたちは、棚尾の姉にして、由美子の母、沢村沢子の両邸、沢村に行き、以前偽物が付き合っていた、チャームガールの一人、クミを取りに偽物をおびき出そうとした。間もなく、偽物がやってきた。早速沢子は、クミの部屋へ案内、その席上、クミは偽物に、発表会が終わったらどこかへ行こうと約束。これで、 発表会当日に偽物が失踪する心配はなくなった。さらにその様子を見ていた鏡は偽物を見て、あれはうちの研究所で皿洗いをしていたものだという。やはり偽物だ。一方藤尾はレストランで偽物が南川と木下と会話しているところを写真に収め、さらにトレビアンの企みを知った。それによると偽物はパリで食い詰めた。 詐欺師であり、偽物が作ったベニカオールは、塗ると、唇が、真っ赤に腫れてしまうという代物だった。これで、証拠は揃った。プランタン化粧品発表会の場所として使われた、赤坂プリンスホテルそしていよいよ、赤坂プリンスホテルで、発表会が行われ、偽物は壇上へ。そこへ、本物の鏡が現れ、偽物の正体が暴かれる。 もちろん偽物は白を切るが、そこへ藤尾と坂本が、証拠を見せてやる。と写真をばらまき、とどめは、チャームガールたちのケーキぶつけ、これを見た南川と、木下は慌てて退散し、一件落着。そして棚尾と、鏡は、ベニカオールとプランタンを、いつまでも愛してくださいと挨拶し、皆で合唱、会場は拍手で一杯となった。若い季節。 宣伝合戦の歌、こりゃ、キューバの歌、芸術の歌、客寄せの歌、ダメでもともとンチキツイスト、パリは、素敵、ドンと説、宣伝部の歌、上を向いて歩こう劇中で、藤尾が、インディアンツイストを歌った日比谷公園の噴水、インディアンツイスト、人恋しい秋、山猫作戦発動 OP では、萩原哲章とご表記。OP では、萩原と桜井の名前が、 中村と宮川に比べ、やや小さく表記されている。OP では、桜井千里と表記。OP では、貧乏だなおと表記。本作が、映画初出演。社員を、プランタン社屋の屋上に集めようとする場面で、玉尾社長は、秋山と言っていたが、正式性は不明。OP では、桜井淳と表記。ABC 当時の記録がなく、DVD マガジン。 東方昭和の爆笑喜劇解説のためにつけられた課題。ありがとうございます。